はい、こんにちは、元木です。今日はですね、複数数量の出品でソルドを積み上げていく方法というのを解説していきたいと思います。で、よくですね、eBay をリサーチしてますと、こういった形で、ソルドですね、売れた履歴が積み上がっている商品っていうのを見つけることができます。実際にこういうのを見ると、すごい売れてるなとか、みんな買ってるから安心だなっていう心理になるのは、なんとなく想像がつくと思います。で、今日はですね、この複数数量の出品、マルチプルアイテムズというんですけども、このですね、設定の方法と、あとは数量を簡単に追加する方法ですね。それから中古品でソルドを積み上げていく方法、この3つについてお伝えしていきたいと思います。で、まずですね、複数数量の設定の方法なんですけども、通常だと、その在庫数がゼロになった場合は、再出品が必要になります。で、その場合、再出品になってしまうので、今までこう売れた、3つ売れたとして、それ今まで積み上げてきたものっていうのが、またゼロからリセットされてしまうんですね。で、そこで、アウトオブストック機能、アウトオブストックオプションっていうんですけども、こちらの機能を使っていきます。これはですね、在庫数量がゼロになったとしても、一時的に在庫切れすることができるので、つまり、再度出品したいときは、在庫数量を増やすだけで、eBay にですね、また出品される、表示されるようになるということです。では、このアウトオブストックオプションの設定のやり方についてお伝えしていきたいと思います。はい。で、まずはですね、ここの範囲のところから、このアカウントセッティングっていうところをクリックしてください。はい。そうしますと、こういった形でマイベイの方に進んでいきます。で、左側のですね、上から4番目の項目にサイトプレフェレンスっていうのがありますので、こちらをクリックしてください。はい。そうしますとですね、こういった表示になっていきます。で、サイトプレフェレンスのすぐ下の、セリングプレフェレンスで、セルヨアイテムフロムアンドリスティングっていうところがあります。で、この項目のですね、Use the Out of Stock Option というところがありますので、ここに、おそらく Yes にチェックが入ってない方は、今このソルドの積み上げっていうのができてないということですね。なので、ここにチェックを入れて Apply というふうに設定をします。ここの設定をするだけっていう形になります。はい。そうするとですね、数量がゼロになったまま、その在庫、単純な在庫切れといった形で、表示されるようになります。数量がゼロになった場合、在庫数をどういうふうに増やしていくかっていうところについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、このリスティングのところの、ここですね、ここからアウトオブストックっていうのを選択します。そうすると、今数量がゼロのものが、すべて選択されるようになります。で、サーチと押します。すると、こんな感じでですね、数量ゼロのものがずらっとこうリストで並んでいきます。で、まずはですね、ここの左上のチェックボックス、チェックつけると全部選択されるので、ここで、エディットをしてセレクテッドっていうのをクリックします。はい。すると、こういった形で今読み込んでいます。はい。すると、こういった形でですね、リストとして、すべて出てきました。で、ここ全部クオンティティ、数量がゼロになっています。で、ここに全部チェックボックスに、チェックを入れて、で、ここの左上のですね、エディットフィールドっていうところから、ここですね、プライスクオンティティベストファーと出てきますので、ここをまずクリックします。そうするとですね、こんな形で、出てきますので、一番下のクオンティティところですね、ここをチェンジトゥっていうふうにして、で、ここにですね、変更したい数量というのを入れていきます。で、これでセーブ&クローズをしていただくと、すべて、商品というのが、変更されるようになります。はい。そうするとですね、こんな感じで一気に、数量が、3つずつ追加されています。先ほどの200点ですねが一気にこういうふうに変わるので、かなりね、これは早いですよね、やり方で。ここでサブミットチェンジズっていうふうにやっていただくと、そのまま全部数量が3つになって、そのまま、出品されるといった流れになります。ではですね、中古なんですけども、中古品って、一点物だと思う、というか、一点物とかも多いと思うんですよね。で、そんな時に、今みたいに単純にこう出品っていうのは簡単にはちょっとできづらいっていうのはあると思います。その画像の問題だったりとか、その仕入れ元が、
の商品の状態と違っていたりとかってすることがあると思いますので、まあ、そういった場合は、まあ、先ほどのまたアウトオブストックのところですね、表示させて、今、クオンティティが0になっていると思うんですけど、ここのエディットってところを押していただくと、商品のですね、編集ページに飛んでいきます。なので、ここでまたタイトルを変えたりとか、状態をですね、また入力したりとか、画像を変えたりってことでやっていただければ大丈夫です。で、数量もですね、ここ今0になってるんですけど、ここを、まあ、中古品とかだったら1個ずつとかの方がいいのかなと思います。複数やって、まあ、仕入れられなかったっていうこともあると思いますので、まあ、こんな感じでですね、まあ、1個とかで、追加して、で、そのままですね、一番下で、で、ここのアップデートリスティングを押していただければ、またその中古品でも、追加1になって、出品されるような形になります。まあ、そうするとですね、中古品だったとしても、こんな感じでソルドっていうのが積み上がってきますので、まあ、実際にその、まあ、出品のページですね、ちょっとこう売れてるなっていう感じっていうのは中古品でも全然出すことができます。まあ、なので中古品はですね、まあ、1個ずつこういった形で編集していく、その状態に合わせて編集していくような形になります。まあ、もちろんそのこういったゲームとかであれば、まあ、ある程度ですね、状態が同じようなものであれば、僕はですね、画像はまあ毎回はこう変えないですね。本当の一点物とかで状態に結構ばらついたりって感じがあるんだったら、画像を変えますけども、まあ、そこまでですね、細かくはその画像は僕は変えてないです。まあ、こんな感じで、中古品の方も、商品を、在庫ですね、こう追加することができるといったところをお伝えさせていただきました。はい、ということでですね、はい、ということで、今日はですね、このアウトオブストック機能ですね、を使えば、まあ、新品でも中古でも、まあ、ソルドをこう積み上げることができて、こうバイヤーがページを見た時に売れてる感じっていうのをこう演出することができます。また、在庫数量の増やし方も、まあ、一気にね、できる方法っていうのを今日は、ご紹介させていただきました。で、このソルドを積むと検索上位に上がりやすくなると言われてますので、このアウトオブストックオプションの設定っていうのは、まあ、しといて、目立たせるようにしておきましょう。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴いただいてありがとうございます。